はい、エレルのスターです、えー。コンピューターネタでお送りします。えっ、ー、と i s ス i s p のパターンマッチングマクロ、えー、これはあの、えー、ライブラリにまとめてエリクサーという,う名前、えー、にして、えー、収録してあるというのは以前お伝えしたかったと思うんですけれども、えー、これをさらに改良しました。エリクサーと同様にですね、えーまあ、プログラムもそうなんですけれども、えー、と各全 複数の引数についてそれぞれパターンマッチングができるというふうに使用拡張いたしましたしたがっていろいろとあの応用の幅も広がるんじゃないかと思ってましてとりあえずあの微分公式ですねあの記号微分ですけどもそれをこのと 新たなマクロ、デフパターンですね。これを使って、えー、うまく記述できるだろうかどうかってやったんですが、うまく言いましたんで、ご紹介します。えっ、ー、と、引数をですね、あの、とあまあ、ちょっと見てください、あのこの量、えー、ですけども、えっ、ー、と、テストフォルダーの、えー、ドライブ l s p というところに出力してあります。 でえー、と例えばサイン関数を、うんえー、サイン X を X にして微分をすると cos ですよとか、えー、あとなんだああ、えー、エクスプあよくあるのだと、えー、ここでやるのは、えー、X の3乗を微分すると 3X のになるとか。 えー、こんなやつです、えー、でこれはのちゃんと実用にするにはですねあの数式の簡単化をきっちりやらないといけないんですけれども、えー、とりあえずあの高校でやる程度の微分公式を与えてさてどんなもんかなと思って、えー、やってみたんですあの。まあまあいいんじゃないかなと思います。えー、とこのあ左の左 最初一番最初のところがあのパターンマッチ部なんですけども、えー、ここでこの各、えー、アーギュメント引数についてパターンマッチをするというふうにしています、えー、その従来の数式処理をコモンリスプなどのリスプ通常リスプで書こうとすると,、えー、とそのパターンマッチングのところに沿ってするコントセスが非常にあのややこしくなってしまって、えー、見通し がが悪いいコードになっってしまいがちだったんですけども、えー、こういったあのパターンマーチマクロを使いますと、えー、割と直感的にこう、うん、分かりやすいコードになるのかなと思っています。それで、えー、とこれがねあの数学教育に応用できないかなと前々から思ってるんですよ。あのー リスプっていうのは基本的に再帰的な考え方がどっぷり染み込んでます。データ構造を介して再起構造になってますので,で、数学というのも基本的に再帰的、機能的な考え方が極めて重要なものですので、そこを にそのリスプを応用することによって自然にその機能的、再帰的な考え方が身についていてって数学というのが非常に楽しく感じられるのではないかなというのを、えー、ずっとずっと <laughs> 思ってます。もう彼これ何年かに21か22の時にハ、ね、ッと思ったんですよね。リスプを知ってこれはもろに数学教育に使えるじゃないかと思って、えー、それでずっとずっと考えてもう40年近くになりますかね。 であのマクシマとかねあの数式処理に応用するリスプを応用する例というのはあの昔からあるんですよね。あと何だっけ、えー、といろいろ有名なあの数式処理システムがあってそれを動かすがために動かしたいがためにリスプ処理系を作ってなんていうのは、えー、かつてよく行われてたたと聞いております。えー昨今で あんまりこういった分野っていうのがあのリ,リスプのお揺れとして、えー、注目されなくなってしまったんですけども、えー、まあ理数はともかくとしてあの教育的には非常にあの今でも価値があるんではないかなと思っております、えー、どうかなと思ってねあの英語版のレディットリスプに投稿してみたんですよどうかなリス今最近のリスプやる人たちってこういうのはあんまり興味ないのかななんて思ってんですけども さあどんなもんかなと思っています。んー誰かねあの急関係者の人が見ててくれて興味持ってくれたら嬉しいなと思ってるんですけれども、はい。まあ、そんなことで、えー、とりあえずご報告でした。じゃあまた。